はい、皆さんこんにちは。華道家の宮本理丈です。今日はですね、貯めるといういけばなのテクニックがあるんですけど、それを5種類紹介したいと思います。まず1つ目、折りだめ。まあこれ今まっすぐじゃないですか。曲げていきたいと、こう曲げたい、まあこう曲げたいとするじゃない。円の内側に親指を当てて、でまた両手はくっつける。溜めたいところに親指2つ当ててミシッと溜まりますね。この時にカクって感じになっちゃうので、折りだめする時は、まあ、最低でも3箇所ぐらい溜めたいですよね、近いところで。でこの節のところは折れやすいので危険なので避けたいですね。ちょっとだからこの場合ここら辺かな、ね、3箇所ぐらい今溜めました。これでなんかこう何箇所か複数箇所やると滑らかなカーブに見えてきますよね。さっきまっすぐでしたけど、まあこうまあカーブができるとこういうことですね。続いて2つ目、切りだめ、ハサミだめですね。今度は、カーブの外側にハサミを入れましょうということですね。今3箇所入れましたね。4箇所ぐらい入れますか。まあ、そうすると今 1,2,3,4 箇所入れましたね。あんまり深く入れすぎちゃうとタメが戻っちゃうので、あんまり深く入れない方がいいですね。で4箇所下からいきますか。で結局、まあ、折りだめをするんですけど、ここが切れてるので繊維を出すというか、やらないと戻っちゃうだけですね。皮が伸びちゃってちょっと溜めづらいみたいな時はこう皮を切ってやると。あとちょっとピンポイントでここだけ溜めたいよみたいな時はこう切ってやることがありますね。切りだめ。まあ、綺麗にカーブが出ますよね。3つ目はくさびだめ。太い枝とかもほらきついよねってなるじゃないですか。こういうところを溜めていきたいという時に結構使う時がありますね。まあ、あとまあ戻りやすい時にも使うかなっていう感じですね。ここを溜めたい時どうするかと、ちょっと似たような太さの枝探します。で持ってくさびを作る。いきますよ。大体真ん中ぐらいまで。ここにもう反対側から、このだからノコギリのね、刃が薄いやつがいいですね。そうするとこういう三角形のチップができるの分かりますかね。 OK。 ここの溜めたいところ、どうしようか、これにしようか。一箇所切る。このチップを若干開きながら入れると、挟まったの分かるかな、ここに。今ここに入ってるね。もう一個いきましょう。太く作っちゃうとそれこそ滑らかさがなくなるので、あんまり大きくすると良くないですね。なんかこのくさびが綺麗に入ってるのかみたいなのも見どころだったりするわけ。これを入れて、ちょっと今さっきより太めに作ったので、まあ、こう入るよね。そうすると今ここが溜まったよね、結論、結果的にはね。分かりますかね、ここが溜まってきたと。もう一箇所やりましょう。ここにこう入れると、これ意外とこの溜め方としてもなんかまあいいし、意外とこう折りだめとかってこうなんつうのかな、溜めたこうダメージみたいなのが見えちゃうけど、それも隠せるから結構かっこいいっちゃかっこいいんだよね。うまく入るとまっすぐだったのが、まあ、こっち来たと。お成果で足を送りだめする時とかね、そういうのに使ったりしますね。4つ目は炙りだめ。これちょっと初登場だと思うので、ちょっと剣山に刺すのはあれ不謹慎ですけど、こんなでかいの使わなくていいんだけど
これね、あんまやらない。やるのはね、何点っていうのがあるんですけど、何点ぐらいですね。ちょっとアルミホイル巻きましょう。まあ、要は加熱するってことなんですよ。だから別にろうそくじゃなくてもいいんだけど。で、炙る。まさに炙ってるでしょ。溜めたら冷やす水で。鉄と一緒なの。伸ばして冷ますで固めるみたいなね。はい、じゃあ最後5番目はワイヤーをかけてしまいましょうということですね。こう溜めても、まあ、戻っちゃうみたいなやつですね。それがワイヤーをかけてしまう。2種類ぐらいやり方があるのでちょっと紹介したいと思います。簡単なのは螺旋状にやっていくと。この時にまあ気をつけたいのは、葉っぱがないのでやってますけど、葉っぱがあった時に巻き込んでしまうので、そこだけ注意ですね。巻き込まないようにやっぱ下から上に向かってかけた方がいいのと、うまくかわしながらね、こうやってやるといいですね。ワイヤーは戻らないのでいきますよね。これはワイヤーね、ワイヤー螺旋状にかけちゃう。今度は若干丁寧なやり方。太めのワイヤーと細めのワイヤーを用意します。まずは枝に細わすよね。ここまでいい。これでここに一箇所グッとくっつける。これで今一箇所くっついた状態ね。これいい。でこれがもう2箇所目ね。2箇所目も同じことやるだけです。ここにくっつけて、ここでひねる、ね、2箇所。螺旋状にしない分、あの葉っぱを巻き込むリスクは若干減るかな。だからこの枝の太さとワイヤーの太さみたいなののバランスがあって、ちゃんと適したやつが必要ですね。5箇所ぐらいやりましょう。余ったワイヤーはちょっとこう切って、はい、1,2,3,4,5 箇所で、ここに裏にこうワイヤーが通ってると。枝はまあ何かのガイドがあれば、まあ、一緒に来てくれる。ちょっとこれ余ってるワイヤーね、これね。これはまあ本当は切った方がいいですね。まあいいでしょう。これが1個目のね。こんな感じでやったり、はい、今日はちょっとこんな感じで5種類ね紹介させていただきました。貯めるって人によってはこうかわいそうっていうねことを言う方もいらっしゃいますね。で、事実貯めない流派ってのもあるんですよ、うん、自然のやっぱありのままを生かしましょうみたいな。お花とか植物が好きな方はそういう考え方もいらっしゃるかもしれないので、自然をさらに、まあ、美しく見せるみたいな感じで私は必要なんじゃないかなって思ってたりしますし、また貯めるって曲がってるのをまっすぐにするのも貯めるんですよ。そういう意味では本当に綺麗になった時のやっぱりこう達成感というか充実感みたいなのが生け手側のあるわけですよね。それも味わってみてもらいたいななんて思いますね。綺麗に食べるとね、楽しくなるんじゃないかなって、お花いけるのもね思いますので、今日の動画ご参考にしていただければいいかなと思います。今日はこれで終わりにしたいと思います。ありがとうございました。